到着したようですね。キドの異常については引き続き調査中です。レオ隊長も現場に向かっています。あなたは先遣隊に接触、任務の確認をお願いします。おい、こっちだ。なんだ、見習いじゃ。俺たちの任務は新たな情報です。なんですって。視察団に皇帝陛下の婚約者エメライン。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊、隊長の指示に従ってください。止まれ。何の用だ。また軌道がか。エメライン様、行きましょう。ん？またお一人で。あなた大丈夫ですか。しっかり。今食料と水をお持ちします。時間です。エメライン様、労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代。定職にもつかず、結婚もせず、子供も持たず、消費もしない。自らの意思で社会との関わりを断ち、命を、人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ。そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと。次から次へと。死にたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。光に取り込まれた。あの女はもう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。よし。本気にさせるとはね。任せとけ。今だ。
この力で。こいつはのんびりできないな。これで終わりだ。ダーリア。この光は私の後ろに守り抜く。私はどうしたら、どうしたらあなたを。2週間経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい。誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ。君の姿を、君の命。よくぞ目覚めた。結果さ。入隊式の終わりに各隊の隊長。行こうか。よし。さて。希望する部隊は決まりましたね。次に署名を。
だから私にはこういうの無理ですって。やった。はあ、なんとか終わった。